はい、それでは撮影の前に出力の、まあ、一応ねテストをねしておきたいと思います。ストロボメーター持ってきました。まあ今距離はですねおよそ 1.5 メートルぐらいですかね。まあ 1.5 メートルでリフレクターつけて直向けにするってことはまあライティングとしてあまり、私はしませんけれども、一応やってみようというふうに思います。ストロボメーターで ISO は100、シャッタースピード125分の1で、まず行ってみたいというふうに思います。16分の1ですね、はい、うん、16分の1で8、2分の1が空打ちして、はい、はい、11と3分の1、はい、じゃあ4分の1ですね、はい、うん、16と3分の1、はい、2分の1、はい、はい、22と3分の1、はい、フル、もう一回、はい、32と3分の1、うん、きっちりと発光としては出ているということが言えたと思います。では次に、では次にカラーメーター、セコニックの C800、 こちらを使って炎色度を測ってみたいと思います。ではやってみます。はい、今1分の1先ほどのままなので1分の1フル発光で、5732Kで RA が 98.4、うん、非常に優秀ですね。若干青いかなっていう感じはします。一応ミニマムもやっておきましょう。16分の1、うん、セット、空打ちして、はい、それではいきます。ミニマムにしてた段階で 5337Kで、炎色度は 96.7、まあ、あまり変わりはないですね。まあ、若干色温度は下がるかなっていう感じはします。まあ、5700と5300の差なので、まあ、そんなにね、劇的にね変わるっていう感じではまあないです。色温度は変わるということは一応頭の中に入れておこうかなというふうには思います。では実際にちょっと撮影をしてみたいと思います。はい、それでは撮影してみたいと思います。あまり明るいとね、影響が出てしまうのでちょっと今最低限暗くしていますけれども、まずはカラーチャートですね。こちらでテスト、はい、飛びますね、問題ない、はい、はい、それでは撮影してみたいと思います。まあ、ぼっちなのでリモートコマンダーを使って、まあ、最低の16分の1の光でまずはどのぐらいの動きが止まるかっていうね、そこを知りたいということですね。なのでちょっとジャンプしてみたいというふうに思います。それではうまくいくかな。それでは行ってみます。せーの、よっ、よし、はい、それでは行ってみたいと思います。次はですね、パワーマックス1分の1 400W、 これで行ってみましょう。行きます、せーの、よっ、うん、
はい、いかがだったでしょうか。ゴドックスのモノブロックストロボ SK2 ですね、出力が 400W、先ほど写真を見ていただいた通り結構ね、ピタッと止まっているので先行スピード 400W のマックスでも先行スピード結構速いんじゃないのかなというふうには思います。残念ながらね、測定する、機械がないので比べようがないんですけれども、あそこまで止まっていれば少なくとも大型ストロボと比べると結構先行スピードは速いというふうに思います。いかがでしたでしょうか。こちら SK2 ですけれど、私は Amazon で購入をいたしました。もし気になる方いらっしゃれば概要欄にリンク貼っておきますのでご覧いただけると嬉しいです。それでは以上でこの動画を終わります。面白かったなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もお願いをいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。